ナチョです、これ、2018年に、バルセロナ行った時に、買ったパエリアパンなんですけど、これまでに何回か、パエリアをこれ作って、その時はもう焚き火でこう作ったんで、もう表面も裏もこんな黒く焦げてしまって、今日はちょっとそれを洗ってきれいにして、でシーズニングっつって、鉄板を焼いてですね、そこに油をこうなじませて、汚れが落ちやすくなったり、食材があんまりくっつかないように、なるんで、それちょっとやってみようかなと思います。一応こんな感じで焼いて油をなじませました。今晩ちょっと使ってみたいと思います。
あ、そこら辺に捨てたら発芽しよるかこれ以上ピーマン増えたら困るもんね。ここら辺でバーって生えてきたよだけかな。もうただでさえ食べるのがついちょらんかいよ。これでさらに増えたらもうです。また売りに出すか。そうやね。乾杯。乾杯。梅雨明けおめでとうございます。おめでとうございます。一時はどうなることかと思ったね、うん、梅雨が明けないかと思ったね。本当や。お肉焼こうか。焼こう。こっちは痛いのに筋トレになって。高橋、お利口さんしてるの？すげえ、全然くっつかない。へえ、すごいほら、プルンプルン滑る。すごいよ。美味しそうに焼ける。すごいね、うん、俺前パエリア作った時もうすごい焦げたやん。うん、もうなんかこれだったら目玉焼きとかしてもスラーンっていくよ多分。だからやっぱあれみたいよ、洗剤で洗わんとと。うんうんうん、あの時初めて使ったよね。そう、だからやっぱ使う前に、やっぱやらないかんっていうね、本当はね、いや俺もちっちゃったっちゃけど、やったことねかったから、めんどくさくてしんかったっちゃね、これから慣れていけばね。だからこの裏がどんげなくさいね。裏もね、油をこうなじましとっちゃう。で、すごいどんげなるかわかんないけど。あ、パクチーが。うん。一番端っこの下。これだけ？うん。そう。なんで？もう枯れたと。枯れた。マジか。来年に向けて食べる。イエーイ、取れたてオクラや。あれ一個しかなかったっけ。え、あー、これか。おーって二個かそう、今日一日置いちゃったらちょっとぐらい伸びるかえと思ったけんねえな。他の木にはない？ねえてよ。この大葉って、勝手に入ったんだよね、これ。また。何を食べる？食べる。何枚ぐらい取る？3枚で。何が3枚ってこと？軽く。にして、で、鶏と一緒に食べよう。ちょっとなんか大葉をしなっとさせたいんだよね。いただきます。あっ、あ、ジーザス。結局、網焼きになってきましたマジで、ゆだき、ちょゆだきマシュマロがあるけど。あ、いける。いただきます。いやー、庭飯いいな。うまっ。大葉やべ、マジうめえわ。いただきます。どうぞ。どう、うん、
やべえな。最高。最高やな。やね、焼き方、置き方、野菜の入れ方。うまピーマンし、だからちゃんと花とかを摘んで、うん、長く植物を生かす方法を身につけていく感じ。なんでこっちの方がいいかもね。なんかでもね、このテントの下、うん、落ち着くね。うん、落ち着くね。ああ、この影になってるって感じ。いいわこれ。ね。やっぱ屋根の下って好きやっちゃな人間な。うん。守られてるんじゃない。落ち着くし。いやこのフライパンめっちゃいいが。ねえ、行くね。今月買えるもんとは思わなかったか。飲みの市のとこで買ったんだよね、これね。そうそう、あのバルセロナね。サグラダファミリアの企画やったっけ。違う違う、え、結構違ったよ。うんうんうん。あ、やけんもう位置的に覚えちゃらん。名前も覚えちゃらん。どうしたっけ。でも歩いて行ったよ、サグラダファミリアまで。やったっけ。うん、前はポンって海外行ってたけど、今ちょっと酔いかんごなったな。いつ行けるっちゃろな、こんな、うん、どこ行く。へえ、どこ行こうか。とりあえずパチママ再開するんだったらエクアドルかな。うん、だけんそれまでも収まっちゃったよな。うん、あの村もさ、やっぱ観光客が来んかったら他の仕事見つけたりするやろうから。いや見つからんよ。いや見つからんけどないもん。でもこれやばいじゃん。うん、あれやべそうじゃん。うご、どうしたの。うご、何してんの。あんただから、なんかうぐうぐ言ってた。俺これ、このパエリアパンでけえかなと思ってたけん、焼きながら食うのやったらめっちゃいいね。うん、2人でね、うん、ちょうどいいね。うん、ちょうどいい。食べた僕ら。まだ食べたんけ。もういけるわ。これなんけないで、日暮らしこれ。うん、いいね、これいいね。いや、俺これが、うん、好き。これはすごい好きね、やっぱね。うん、これを聞きながら焚き火とかも最高やね。うん、夏の夕方って言ったらもうなんか日暮らしって感じだもんね。うん、でもこれ宮崎の時あったっけ。何よった、何よったっけ、分からん、忘れた。いや、俺の元にちょっとそこ気はなかったよね、あんまり。いや、大家さんのとこに。あー、じゃあなっちゃったかもしらんな。気に留めんかったのかも。気に留めんかっただけで、うん、もしかしたらなっちゃったかもしれんけど。でもこんな大合唱じゃなかったよね、多分。うん、多分ね、
音がこう響きちゃうの、ここは。うわー、いた。さっき言いそびれたけど、オクラめちゃめちゃうまいね。レモンソーダ焼酎、うん、焼酎とレモンって合うよね。うまっ。ヘビスレモンめっちゃ美味しいんやろうけどね。てかヘビスにビール入れると美味しいって知ってた？あ、知ってたことある。多分ケンゴさんが言ってた。とりあえず、うん、まあ、小屋やな、小屋のいい内装をやって、うん、でやりたいことはまあいっぱいあるよね。で、どの順番でいくかやな、だから。うん。まあ、多分簡単にできるのはまずこの床張りをまず最初やろうかな。床張りを最初やって。うん、ここかな。うん、うん、ね、もうこのちょっとウッドデッキはちょっとまだやな、そんな元気ないな、うん、今ね、うん、タイミングがまだって感じがする。 まだって感じよね、なんか、うん、様式だよね。まあ、なあそこ終わったら今度床を6畳間の床を張って、で、薪棚を作って、ああ、ガレージもしたいね。この後やな、ガレージ。薪棚の後ね。薪棚の後やな。だって、じゃないと薪をちょっと整理せんとやべえもんね。うん。まあ、冬はなんとか乗り切ったけど、やっぱ、あそこでブルーシートで覆っちゃったら乾かんから、なるべく早く割って、乾燥させてやらんといかんから。うん。だけあれ多分今年の冬は使えもんね。まだ。乾いてないかな。乾いてない乾いてない。無理無理。だって割っちょらんもんね。大きなまんまやわ。ああ。それダメ。あ、アコン。あれはいいかもしれんよ。あの、なんけ、古材は。ね。針とか。あれはいけるけど。あとアコン燃えたやつ。うん、うん、うん。あれは多分、もう即戦力で使える。よし、まあそれを今からやっていこう。ちょっと暑いけど。そうだね、うん、頑張ろう。じゃあまあこんな感じでもう動画終わろうか。はい、はい、お疲れさんです。お疲れさまです。